それではここで登場の選手以外に今回の大連立についての所感を谷川プロデューサーよりお願いしたいと思います。はい、このような、本当に夢のカードが並んでワクワクしております。ルール等につきましてはですね、現在まだ調整中なので、最終的な発表を待ってください。ただ基本的には、埼玉の方では旧プライドのルールに近い形になると思いますし、大阪のダイナマイトの方では、ヒーローズのルールに近い形になると思います。いろいろありますが調整していきたいと、体重等も含めてですね、これから調整していきたいと思います。今回、埼玉スーパーアリーナで行われるやれんのかの方に関しましても、FGとしては主催として、名前を、連ねさせていただいたんですが、前身カルマンに続き、このように秋山選手と、シホンマン選手を送り出すことになりました。これを見ても分かるようにですね、いかに我々が本気だということをご理解していただければなというふうに思っております。秋山選手に関しましては、吉田秀子選手とのですね、試合を、本当は熱望していたんですが、残念ながらそれが実現できなかったということでですね、それでは秋山選手にとってですね、前回デニスカウンという強豪を破り、見事復帰を果たしたわけなんですが、そのデニスカウンに勝ってですね、プライドの、チャンピオンになった、美咲選手の、胸を借りようということでですね、秋山選手は常に、チャレンジしていった方がいいと思いますので、秋山選手にとっては厳しいカードかもしれませんけども、挑戦していこうということで、両チャンピオン同士の対決ということ、これは本当に僕ワクワクします。で、美咲選手には受けていただいて本当に、感謝しております。そして、ヒオドル選手に関しましては、本間選手、K-1 グランプリ終わってから話を振りました。本当にびっくりしたと思いますけども、我々としてはですね、ヒオドル選手のような世界で一番強い、本当60億分の1と言われたチャンピオンについた方と試合ができること自体がなかなかこれから経験が、やりたいと思ってもですね、なかなか、実現できるかどうかもわからないので、そういう意味では、本間選手もチャンスだと思ったんじゃないかと思います。僕はもう、ヒョードル選手こんな大きな選手と戦ったこともないし、本間選手、シルクのチャンピオンでもあるし、なかなか腰も強いし打撃も進化してますんで、いい勝負できるんじゃないかなというふうに思っております。で、本当はボビー選手に関し選手に関しては昨日、取材のアフリカ先から帰ってきた夜捕まえて、改めて正式オファーをして本当に快く受けていただきまして、ボブサップ選手も、当初は対戦相手に不満を持っていたんですが、このようにですね、快く受けていただきまして、本当に、お互い、知名度も抜群の2人ですし、面白い試合になるんじゃないかなというふうに思っております。大阪の方ではですね、埼玉スーパーアリーナで行われる、本間選手とか秋山選手の試合も、会場で見れますので、大阪に集まっていただくファンにとっては、ぜひ、両方楽しんでいただければなというふうに思っている次第です。このように、本当に大連立に関しては、ファンのために我々は本気で今考えております。それで皆さんはですね、これは今回の大連立に関しては、MMA、いわゆる総合格闘技の大連立だというふうに、考えているかもしれないんですけども、そうではなくてですね、この本間選手も含めてですけど、K-1 としても、もうとにかく日本の格闘技界が今大連立して世界に立ち向かって、行かなければいけないかなというふうに思っている次第です。その我々の意気込みをですね、皆さんに、受け止めてもらうためにですね、本日ですね、全選手の、本当に今日本の格闘技界の一番 の中心選手だと思っていただいてもいいかなと思いますが、松本選手も、この会見に駆けつけて、いただきましたので、ここで松本選手に、選手を代表してちょっとご挨拶していただきたいなというふうに思っています。ではここで
改めて出場の決意を込め、この会場に駆けつけていただきました正野選手の登場です。それではここで今回の大連日の歴史的タイミングに立ち会い、そして大阪の地で戦うその現在の心境などをお伺いしたいと思います。格闘技大連日ということで、やっぱり明らかに 2,3 年前に比べると格闘技界ってやっぱちょっと衰退してるかなというふうに思うんですよね。で、このままじゃあまずいと思うんで、やっぱり選手プロモーター方も一団となって格闘技界を盛り上げていきたいなと思っています。皆さんよろしくお願いします。正人選手でございました。大変にありがとうございました。それではここですでに大会の出場が決定いたしました選手をご紹介いたします。まずは JZ カルバン選手との対戦となります。青木真也選手の登場です。続きましてルイス・アベレード選手との対戦となります。川尻達也選手の登場です。はい、ありがとうございます。続きまして桜井マンナヤコ選手との対戦となります。長谷川秀子選手の登場です。